チェルジノサウルス育成中。最近さ、ジュラシックワールドの一番新しいやつ見たんですよね。いや、出てましたね、テリジノサウルス。ちょっとネタバレになるからあんまり言えないですけど、ちょっとね、テリジノ熱増してきてるよね。ってことで、育成していきます。と、それと並行して、フィヨルドホークを肩に乗せ、今日ちょっとね、マグマサウルスの卵取りに行こうかと思うんですよね。この子で行こうかな。だいたい肉狩り行くときこの子乗ってくんだけど、この島をちゃんと見るの初めてなんだよね。こういうとことか完全に初めて来た。これ何が取れるとこなんだ。あ、ボコボコしてる。何これ、エクスティンクションとかにもあったよね、こういうとこね。これやっぱダメージ食らうんかな。あ、食らってるね、ダメージ。そんなめちゃくちゃ減るわけじゃないけど、耐久値も削れるのか。耐久値は別に削れてないかな。まずまず削れていく。ちょっと温泉と呼ぶには適していなさそうなところか。ラグナロクだがどっかではちょっとあれあったよね、温泉バフみたいなやつ。あれ実際に本当にバフがかかってるのかよく分かんなかったけど、これあれか、ジャンプできるのか。おー、行くねー、楽しい。へえ、あるんだ。さあ、マグマサウルスはどこにいるのかな。お、あ、ギガいるんだ、ここレベル95、頂上付近。あ、ルーンとドラゴンの像みたいなのがあったぞ。ここにもルーンがある。先に取っとこう。ドラゴン。まあ当然のごとく拾えるわけでもないし、掘れるわけでもないし、完全にオブジェクト。なんか生贄を捧げるとかさ、なんかあったら面白いのにね。ここまで作ってあったら、せっかくだから。何か見つけたぞ。完全にここじゃないのか。なるほどね。まあ出入り口が一箇所とは限んないけど、この辺か。行ってみようっと。まさかここ噴火しないよな。ジェネシスの時みたいに噴火されると困っちゃうけど、まあ多分ないでしょう。あ、デスも出す。ギガノト出してガブガブするのが一番楽だな、きっと。もうとりあえずある程度までギガノといっちゃおっか。あ、マジ。全員やったと思ったら、まさかの。ま、負けませんけどね。と言いつつ環境が暑すぎてちょっとあれだな、環境に負けそう。あ、デスモダス、ここにもいる。灼熱だね。あ、これ違うな、これ違うな。これマグマサウルスのとこだと思ったら、これあれだな、アーティファクトの洞窟かい。よーし、取っておくか。免疫、免疫ゲットした。速攻もう一個出るけど、フィールドホークに入れれたりするか。これフィヨルドホークの中にはさすがに入れられないか。 OK。 でさっきチラッと見えたけど、この下にほらほらエレメントシャードね、ここにエレメントシャードがある。右下のところね、ここね、エレメントシャードあり。こっちにはないのか。あ、こっちにもあるね。まずまず取れるんじゃないだろうか。
いや、マグマサウルスの卵なかった、ここ。違ってた、ここ。ファイヤーワイバーンの谷を発見。ここの渓谷に横穴があったりしないかな。90かいらねえな。これ消費期限ゼロになってる、これ。拾った瞬間に消える卵だ。拾ってみるか。あれ？あ、消えた消えた。消えたね。多分これでもファイアワイバー怒ってくるんだよな。お前の卵腐ってたけど、それでもやっぱ怒ってくるんだな。やっぱ関係ないわな、親にとっては。熱い。やめてくれ。あ、これも洞窟か？これも洞窟じゃないか？さっきと違うとこだよね、これ。めっちゃ追いかけてくる。先にこいつ片付けるから。燃えてる。お、まだワイバーいる。迷ってるな、こいつ。お、雰囲気出てきた。わっとっとっと、違うな。違うな。ただ地上とつながってるファイアワイバーンの巣の入り口だった。なんだこれ。実装当初のデスモダスはさ、血液パックを食うことによってもう一瞬で体力全回復してたんだけど、今上限かかっちゃったみたいで、さすがに全回復まではいかなくなっちゃったんだよな。まあしょうがないよね。さすがに前のね、体力全回復がちょっと強すぎたから。おっ、あれ、それっぽくないか。アイスワイバーンの巣と同じタイプだ。アイスワイバーンの巣もこんな感じで横穴開いてたからね。ただアイスワイバーンの場合はアイスワイバーンしかいなかったけど、今回はどうだ、期待が持てるんじゃないか、雰囲気からして。正解ですよ。マグマの尻尾が見えたからね、もう確信を抱いたよね。ここがマグマの巣だね。 OK。 デスモダスでオビラプトルをひっつかんできたら、オビラプトルの特性で卵をつかむっていうのをね、発揮して狙われずに盗んでくる方法もあるらしいんだけど、まあ今回ちょっと普通に盗むよ。あるね、卵。普通に盗むよ。さ、速攻腐った。速攻腐るんだよな。しばらく誰も取りに来てなかったからだろうね。お、あれはロックエレメントだ、多分 X。 ふう、普通に盗む。とりあえず盗んでおかないと新しい卵が湧かないから、盗むしかないんですよ。これさっき盗んだところだ。あとここかな。あ、2個ある。ここはい、撤収。危険だぜ。やっぱ一個も残ってね、卵。まあしょうがないよね。期限切れの卵しかないともしょうがないよね。これ全部取ったか。まあまあ、これで次湧いた時の卵はちゃんと回収できますから。さてと、普通に出て普通に帰ろう。卵盗んでそのままテレポートとかもあるけど、まあ、デスモダス1匹いれば別に普通に取って帰れるんすよね。
あー危ねえ、スタミナ切れたースタミナ切れてたースタミナ切れてた、熱い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 、死ぬ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 、危ねえ危ねえ危ねえ、あー死んだー。いや完全にこいてたよね、デスモダスのスタミナ見てなかった。まあまあけどまあけどまああれですから、フィヨルドホークか。いやフィヨルドホークありがとう、フィヨルドホークありがとう、すげえマジ優秀、ほんと優秀。フィヨルドホークがいたらマジで損害軽微だよね本当に。